西の湖は、琵琶湖の東南岸、滋賀県大海八幡市にある湖。現存する琵琶湖の内湖では、最大の面積である。2006年11月1日に、長寿保護区に指定され、2008年10月30日には、琵琶湖のラムサール条約湿地登録エリアに追加された。西の湖は大中の湖間宅地が造成された際に、水域として残った部分である。 流入河川は、安土川、山本川、蛇砂川及び黒橋川で、町名寺川を介して、琵琶湖に注ぐ。大中の湖観託前は、周辺の多くの内湖が存在したが、現在ではいずれも姿を消している。60年ほど前までは、琵琶湖の一部に位置した。西の湖では、昭和50年代から、プランクトンの異常発生といった水質悪化が見られた。 そのため、滋賀県は継続的に水質調査を行っている。琵琶湖周辺では、江戸時代からヨシの生産が行われてきた。しかし、滋賀県内で現在も制御として続くのは西の湖周辺のみである。職人の手作業により、すだれなどの生活用品やヨシ笛などの工芸品へと加工される。また、西の湖がある。 大江八幡市で行われる、詐欺町祭りでは、古来より、西の湖のヨシが、松明として使用される。12月から3月の間にヨシ狩りが行われ、3月から4月の間にヨシが行われる。周辺を石垣で囲まれた、島状の土地で、稲作が行われている地域がある。観客前は同様の水田が7つほどあったが、現在は、 県座と呼ばれる地域しか残っていない。広さは2.5ヘクタールほどで、船を用いて、農作業が行われている。かつては、食用米が作られていたが、現在は酒米が作られている。安土駅から徒歩15分。自動車では、竜王インターチェンジから約30分、彦根インターチェンジからは、約40分。旧安土町の水郷地帯を含めて水上から巡る。 遊覧船が運航されている。ウィキメディアコモンズには西の湖に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。